はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はこちらの Amazon 購入品を紹介していきたいと思います。で、今回購入したものなんですけれども、ジェラピケの福袋を購入しました。楽天でね、見たらすぐ売り切れになっていたので、今回は Amazon で購入しました。こちら早速開封してレビューしていきたいと思います。それでは早速スタート。開けるとこんな感じでね、袋にたっぷり入ってました。ちょっと開けてみたいと思います。まずは1点目、こちらです。まあ、定番のモコモコのやつですね。これ定価が6600円で、ピンクフリーになってますね。もうせっかくだから着てこっかな。いい？これ？そう、冬服なんですね。私あんまり内容見てなくて、こんな感じ、フリーサイズで、パーカー、このジップのところがね、ジェラピケって書いてるのかな。こんな感じで可愛いです。これ自分だったら絶対買わないようなやつですね。私パジャマでね、あんまこのなんていうの、ジップがあるタイプ好きじゃないんですよね。あ、でもやっぱり肌触りがめっちゃいいです。娘がめっちゃ見てる。これ上あるんですけれど、セットの下がないですね。上だけですね。これだけで着ないといけない。中がシンプルなものだったら羽織物として使えるかな。めっちゃあったかいです。ここにもなんかね、ロゴがあります。フードもついてました。1点目がこちらのパーカーでした。2点目がね、これボトムスだと思ったんですけど、またもや同じような柄で羽織物ですね。これがお値段が6400円で、ピンクのフリーになっています。なんでさっきのやつとこっち上下で分けてくれなかったんだろう。ちょっとこれの下欲しいですよね。なんか無地のやつでもいいから。こっち6400円でさっきの6600円だから、もうこれでそろそろ元を取りそうな値段ですね。値段だけで言ったら、やっぱジェラピケって肌触りがいいですね。これはまあフードがないタイプですね。丈がもうちょっと長いとよかったんだけど、ポッケがあるのはいいですね。まあ私寒がりなんでね、冬はねきっと活躍してくれるでしょう。ちょっと次シンプルめなの開けます。これは上ですね。6600円でフリー、ホワイトですね。こんな感じで、ワンピースなのかな。なんで下全然ない。これはね、もうめっちゃシンプルなホワイトのパジャマですね。なんか微妙に裾がね、フリルっぽくなってる。本当に微妙にですけど、まあ、こんな感じで裾が長いワンピースっぽいですね。ワンピースで若い子だったら着れそうだけど、ちょっと私は下になんか履かないとまずいですね。まあ無地はね、無難に使えますね。これはめっちゃ使えそう。次はこちら。こちらが4200円フリーで、パステル。パステルっていうカラーですね。こんな感じ。全部柄もん？なんかやたら柄もんが多いですね。くすんだパステルの、パンツになります。これも娘かな？私は履かないかな？肌触りはめっちゃいいです。欲しい。これ娘が欲しいって言ってね、娘にあげたいと思います。あとはね、もう小物だけです。靴下ですね。こちらは2000円フリー、ベージュですね。こんな感じのね、長いモコモコの靴下になります。さっきのショートパンツにこれ合わせたりするのかな。でもガラガラだからおかしいか。これのちょっと使い道が分からない。無地なパンツとかじゃないとおかしいですよね。ちょっとこれ私着れないかな。これも娘にあげようと思います。色はね結構可愛いですよ、ベージュで。次が1800円ネイビーフリーで、靴下ですね。これは使いそう。こんな感じのボーダーの靴下になります。以上が、今回の福袋の内容でした。てか白飛びがやばい。めっちゃ外が明るくなってきちゃいました。これ合計で、2万1000円分ですね。まあ得っちゃ得ですけど、これだったら自分の好きなもの買った方がいいかなって感じの内容でしたね。娘もうんうんってうなずいてます。ちょっと当たりっぽいものがないですね。やっぱこういうボーダーとかなんか柄もんって人気ないのかな。私も無地がいいからな。無地がね1個しか入ってなかったっていう。あと全部ボーダー、3点全部ボーダーでしたね。
いつもねジェラピケの福袋ってあのお正月年末に見るんですけれど、すぐね売り切れちゃうぐらいめちゃくちゃ人気なんですよ。でね、なんか在庫の処分なのかよくわかんないんですけど、この夏にね、冬物の福袋が出てたので買ったんですけれども、ちょっと残念な結果になってしまいましたね。またね年末、ジェラピケの福袋出てたらでもチャレンジしてみたいと思います。こんな感じで今日は、ジェラピケの福袋を紹介しました。いかがでしたでしょうか。ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。